翔太、翔太くん2週間ぶりでしょ。そうだね。ただいまです。何してたんですか、翔太くん。あ、舞台してました。舞台やった。はい、舞台もあり。で、先日は北海道にイベントで行ってきまして。そうか、そうか。お土産が？ん？みんなにお土産は？お土産。ダーリオにプレゼントか？ん？北海道でイクラ丼を食ってきまして。おー、食ってきまして。お土産話だ。ありがとう。イクラ丼食べた時って、イクラ7つ残しちゃいません？え、どういうこと？毎回7つ？冒険の始まりみたいなやつ。そういうこと？丼にご飯食べて、いくらもちろん食べますけど、必ず僕7つ残すんですよ。なんで？残ってるんです、勝手に。北斗神拳の使いじゃないの？何それ？ドラゴンボールみたいな感じ。7つ集まったってツイッターでも載せたんですけど。え、毎回7つ。そのあと食べんねやろ？食べますけど。またやってますねって言われて。北斗神拳としてやってんの？ドラゴンボール？いや、気づいたらドラゴンボールになってる。そうそう。願いが叶いそうな。そうやって集めたことはないわ。本当ですか？美味しかったです。はい。自然じゃないでしょ。残すね。自然には残る。毎回イクラ丼食べたら7つ残るのね。いやもう本当に7つ。気がついたら7つ。そうです。一回自然に食べさせてみよう。大丈夫でしょ。本当に、本当に。来週イクラ丼持ってくるよ。ずっと見てるよ、食べる。任せてください。7つ残るんで。お前、取り分けた、取り分けたとか。目隠し、目隠し食べて。目隠しして食べて。なんとか残りますからね。ただいまです。毎回夢が叶うってことですね。そうです、そうです。素敵。いい話。いい話。最後、いくら7つも飛び散るやんか。そうですね。確かに、確かに。どっかで飛び散っちゃうの出てきて。そうですね。すいません。金払ってくれるシェルロン出てきて。はい。お代を払おう。それだけ。